パブロ・アビアンは、スペイン・アラゴン州サラゴサ県、カラタユー出身の男子バドミントン選手。2006年に、スペインで開催された、世界バドミントン選手権大会では、男子シングルスに出場し、1回戦で、イングランドのアンドリュー・スミスに0から2で敗れた。2007年に、マレーシアで開催された、世界選手権では、男子シングルスに出場し、1回戦で、 スロベニアのルカペトリックに2から0で勝利したが2回戦でインドネシアのシモン・サントスに0の2で敗れた2008年に中国で開催された2008年北京オリンピックでは男子シングルスに出場し1回戦でリトアニアのケーストゥティスナビツカスに1から2で敗れた2010年にフランスで開催された世界選手権では男子シングルスに出場し1回戦で スウェーデンのマグヌス・シャルバーグに2から0で勝利したが、2回戦でドイツのマルク・ツバイブラーに0から2で敗れた。2011年にイギリスで開催された世界選手権では男子シングルスに出場し、1回戦でベルギーのユーハンタンに2から1で勝利し、2回戦でドイツのマルク・ツバイブラーに2から1で勝利したが、3回戦でグアテマラのケビン・コルドンに1から2で敗れた。 2012年にイギリスで開催された2012年ドンドンオリンピックでは男子シングルスに出場し1回戦ではチェコのペトルコーカルに2から1で勝利したが2回戦では2大会前の金メダリストであるインドネシアのタウフィックヒダヤットに0から2で敗れたなおスペイン人選手として初めてオリンピックの男子シングルス1回戦に勝利した選手となった2013年に 中国で開催された世界選手権では男子シングルスに出場し1回戦でキューバのオスレニゲレロにニニカラレイで勝利し2回戦でインドの A.J. ジャヤラムにニニカラレイで勝利したが3回戦でベトナムのグエンティエンミンに1から2で敗れた2016年にブラジルで開催された2016年リオデジャネイロオリンピックでは男子シングルスに出場しグループステージ初戦で ブルネイのジャスパー・ウーン・チャイユニニかカラレで勝利したが、2戦目で、香港のヒューユンに0から2で敗れ、グループステージ敗退に終わった。ありがとうございます。